足を細くしたい人はスクワットをやめて今回のランジをしてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの1分、各足30秒美脚ランジを紹介していきます。美脚になるためにはですね、前ももとももの裏、そこのバランスがとても大切です。前ももよりも後ろのももを鍛えることによって、前のももがですね、つるんとした綺麗な足になってくれます。スクワットはですね、やり方によっては足がムキッとしてしまう。股関節の引き具合によってはですね、大腿直筋ではなく、ももの前、ももの外、そこを使ってしまうとムキッとなる方がとても多いです。その場合は、スクワットの股関節の引き具合がですね、間違っているやり方のフォームなんですけども、そこが難しいので、今回は、スクワットではなく、もうランジをやってください。あっさりランジをした方がですね、太ももの裏を効かすことができて、前ももがストレッチされる。とっても美脚には最高なエクササイズメニューです。デメリットとしては、股関節をしっかり引くことができてないと、後ろのももよりも前のももに効きやすくなってしまいます。ですので、今から説明するやり方をですね、しっかり理解して、一緒に1分間やっていきましょう。では説明します。通常、ランジはですね、前足、後ろ足、90度ぐらいで行うんですけども、この場合、どっちも前足に結構効くんです。これで美脚になるって言ってる方ももちろんいるんですけども、わざわざですね、前ももに効かずランジをするんではなく、裏ももを使うランジをするべきです。で、今回の美脚ランジのやり方なんですけども、ちょっとスタンス広めにしてもらってですね、ここからしゃがむんですけども、膝は90度ではなく、もうちょっと伸ばします。これで前もものストレッチを行います。そして、前足なんですけども、普通にしゃがんでしまうと、前ももに働いてます。ここでしっかり股関節を後ろに引くことで、前足のもも裏、お尻の付け根を効かすことができます。で、ここでもう一つポイントなんですけども、上半身を前かがみにすることで、股関節を後ろに引きやすくします。このまま降りるとですね、股関節が引きにくいんですけども、前かがみになるとこの足をね、引くことが簡単になります。この状態で手は胸でバツです。手も負荷になりますから、重みをここにかけていきます。これでしゃがむんですけども、しゃがんで立つときに、こういう感じで動きます。後ろのももの前側がストレッチ。しゃがんだ時にももの裏を鍛える。重心を前に持ってって後ろの足を上げることで、後ろの足のもも裏をエクササイズ、前かがみになることによって前足の裏をストレッチすることができます。ですので、1個のエクササイズで前ももストレッチ、もも裏鍛える、もも裏ストレッチ、この3つができます。これを一緒に各30秒ずつ行っていきましょう。コツとしては、前かがみ、股関節を引く、膝が出ないようにというよりも股関節を引きます。股関節を引くことによって腰のラインがですね、骨盤をまっすぐにしとくイメージです。この骨盤が出てる足の方にお尻が傾いてたら前に効きますので、しっかり股関節を引いて骨盤をまっすぐにした状態で行ってください。では30秒ずつ一緒に行きましょう。結構きついです。前の裏ももめっちゃ効いてます。皆さんどうでしょう。前ももより裏に効いてますか。めっちゃ効いてる。よし、反対。しっかり前かがみです。どうですか、もも裏効いてますか。
お疲れ様でした。どうでしたか？いやー、聞きましたね、もも裏に。もも裏ガツンときましたね。たったの1分です。スクワットが前ももに効いちゃう人。ランジしても前ももに効いちゃう人。でも足を細くしたい、足を鍛えたい。そういった方は今回の美脚ランジがおすすめです。頑張ったから、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。